水曜ドラムよもやま話のコーナー、今回のテーマはシンバルのセットアップです。ラジオ感覚でゆっくり聞いてください。この間ジルジャン のアーティスト担当の谷山さんとのですねコラボ動画撮りましたけれども、まあ、そこでですね面白いコメントをいただきまして、まあ、亀ドラムさんですね、シンバルのセットアップぜひお聞きしたいですっていうコメントをいただきまして、今後もっといろんな表現ができるドラマーになるためにもどういった点に気を使って辻さんやアーティストさんがセットを組んでいるかなどをお聞きできればすごく嬉しいですっていうですね、どっかの動画でも私ちょっとチラッと言ったんですけど、少なくとも僕のプレイの要ってシンバルで、シンバルがうまく叩けてるときはまあなんか調子いいなと思うし、うまく叩けてないときは今日ダメだなみたいな風に調子のバロメーターにしてるんですね。とにかくシンバルをきれいに叩くっていうことは、ちょっと自分の中では、大事にはしてる部分なんですね。この亀ドラムさんは、コメント勝手に読んじゃってますけど、K カスタムハイブリッドクラッシュの17と19と、まあ、同じく同シリーズのスプラッシュの9インチ。で、A カスハイハット、A カスタムのハイハットの14インチと、で、ライドは A カスタムのミディアムライドの20インチ、S シリーズのチャイナの18インチ。で、この亀ドラムさんは、同期物が多いそうで、で、サスティーン短めで輪郭のはっきりしているセットアップを使っているということで、まあ、確かに、そう考えると、まあ、サスティン短めなのかな。まあ、チャイナは S シリーズは多分、わりかしサスティン短めなのかなと思いますね。なかなかね、なんか、ポン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 は出せないと思うんですけど、プロドラマーの方とか、他のドラマーの方にもね、ちょっと動画で出ていただくときに、ちょっと聞いてみようかなと思いますね。私のセットアップに関してですけども、まあどういう風に考えてるのかっていうところなんですけども、僕にとってシンバルって天界なんですよ。で、太鼓は地上のものなんですよ。で、地上と天界を繋いでるのが私みたいな、そういうイメージなんですよ。だから、雲の間から光がパーッと差し込んでることってあるじゃないですか。そういうイメージだったり、こう、宇宙的な暗くて、きらめきもあるんだけど、暗くてみたいなイメージですね。あくまでもイメージの話ですよ。で、太鼓っていうのはやっぱこう、大地の何か。こう呼び覚ます何かみたいな、そういうイメージなんですね。まずその僕がそのセットアップするときに、考えることっていうのは、こういうジャンルで演奏するとか、こういう人と演奏するからっていう風に、考えてはいません。私はもうまず自分にとって美しい音っていうのは何だろうっていうところから考えます。自分のふるさとをまず作るところから僕はスタートしてます。それが軸になってるみたいなところはあります。本当なんかなんていうんですかね、こう情緒の方を大事にしたいみたいなね。伝わりづらいよねこれね。で、じゃあお前の辻のふるさとはどんなシンバルなのって言われそうなんですけど、僕にとってのふるさとはポンと叩いてシューッとこう余韻がサスティンがふーっとこう綺麗に伸びてってスッと消えてくみたいなね、そういう音っていうのが僕にとってのもうシンバルのふるさとなんですね。情緒っていうんですよかね。で、そこで選んでます。なんで、まずは自分の軸がないと僕は決められないなと思ってるタッチなんで、すごいめんどくさい性格なんですよ。だから僕は、まあ具体的にじゃあどんなシンバルにしてるかっていうと、ハイハットはですね、K ファットハッツの14インチですね。クラッシュシンバルに関しては K のコンスタンチノープルの16と18です。ライドは K カスタムのミディアムライドというのを使ってます。これがもう僕にとってのふるさとみたいな、シンバル構成になってます。コンスタンチノープルの2枚、16と18と K のミディアムライド
ていうのはこれね、まあもう言っていいと思うんですけども、これ実は構造さんからいただいたシンバルなんですね。特にミディアムライドっていうのは構造さんも長らく使ってたライドで、もうかなりずっと使ってるライドなんですけども、なんでもらったんだっけかな、ちょっとね覚えてない覚えとけよもらった、吉祥寺のシルバーエレファントっていうライブハウスでもらったのは覚えてるんですよ。まだその倒られる前です。2018年か19年ぐらいにいただいたんですよ。喋ってたら小僧さんがライドいるみたいな話になって、え、ライドですかみたいな、ライド あげるよって言われて、じゃあありがとうございます、いただきますって言ったら、自分が、俺も使ってる K のミディアムライドなんだけど、辻君も使ってって言って、いただいたんですね。で、本当にね、音がね、綺麗なんですよ。もう、スーンとこう、澄んだ音なんですね。で、僕にとってやっぱシンバルって、本当にこの澄んだ音っていうのが、やっぱりその、天空のイメージっていうのがあるんですよ。なんで天から音がこう降り注いでくるっていうイメージなんですね。なんでチーンっていう音が僕の中では一番イメージできるんですね。なのでコンスタンチノープルっていうところに関しても、やっぱりその音のそのアタック音とその余韻っていうのが本当に程よく、もう本当に唯一無二のサウンドなんですね。それも小僧さんがコンスタンチ使ってみたらっていうので譲ってくれたんですね。なんですごく貴重なもうコンスタンチノープルになっちゃってるんで、なるべく叩かないようにして他してるんですけど、それの代、まあ、代わりって言ったらなんか言葉悪いんですけど、そこで出てきたのが、K スイートっていうシンバルになります。コンスタンチノープルが一応本当にふるさとなんですけれども、今は K スイートを使うようにしてます。でやっぱここがまず僕にとっての軸なんですね。でそこからじゃあ次、例えば今度こういう仕事で演奏しなきゃいけない、演奏してくださいっていう風になった時に、じゃあこの軸から考えてどうしようかなっていう風に考えます。はい、すごいめんどくさい人間なんです私で、シンバルを選ぶとき、これでも本当に人それぞれだと思うんですけど、僕はまずその基本セットに対して自分の腕でどうにかできるかなっていうところでまず考えます。自分のこのテクニックで、例えばもっとこうサスティンの短い音にできないのかとか、もっと余韻のある音を出せないのか、もっとダークな音を出せないのかっていうのをまずやった上で、あ、今の俺では無理無理と思ったら、そこに強いシンバルを持ってくるって感じです。例えばよりアタッキーな音が欲しいと思ったら、やっぱりそうアタック音が特徴的なシリーズからシンバルを選べますし、よりダークな音っていうのを考えれば、やっぱりダーク系の、今だったらね、結構こうドライ系のシンバルっていうのが流行ってますから、まあドライ系のシンバルを、まあチョイスしたりっていうところですね。で、今私は、ミディアムライド実は、使ってなくて、FX シリーズのロークラッシュっていうですね、ものすごい形のシンバルがあるんですけど、それをね、まあ、ちょっとライド代わりにして使ってたり、で、あと、スペシャルトラッシュからっていう、まあ、アナーキークラッシュシンバルみたいなのも使ってます。から自分にとってのふるさとっていう、この情緒溢れる僕にとってのふるさとがあるので、なんで思いっきり旅に出れるみたいなところもあるんですね。まあ、おすすめとは言いませんけど、まあ、僕のセットアップは、そういう風にして、まず自分にとって一番いいなと思う音ですね。もう本当に自分のわがままで、まず自分オンリーで決めていく。で、そこから、まあ、僕の場合は、じゃあ今度こういうライブがあるから、じゃあどういう風な音を出そうかなっていう風に考えて、まあ、そこからですね、自分の腕で対応できないんであれば、本当にそのシンバルごと変えるとかっていう風にしていきます。ただ、昔はやっぱりそのシンバルそんなに持ってなかったので、やっぱりその腕でどうにかしようっていう風にしてました。まあそれが、まあ今になっては自分が割と結構理想的なシンバルの音をこう出そうっていうところでは役に立ってる技術だったりするので、まあやっぱりまずは僕としたら、自分にとってのもう自分だけが思うシンバルの理想の音っていうのを、まあ、考えてみたらいいのかなっていうふうに僕は思ってます。もうこれものすごいなんか長くそ長い動画になっちゃったり、これ編集するの大変ね自分で。
まあ相当カットカットカットしてると思うんですけれども、まあちょっとね、本当にこれ動画で今後ね、ちょっとこれ取り扱っていきたいなと思うテーマなので、ちょっとね、気長に待っていただきたいなと思っております。まあ、一回よもやまだしね、だらだらね、話す感じで、ぜひね、ラジオ感覚で聞いてください。これ冒頭で使いますけど、もう今回すげえ長い話なんで、もうラジオ感覚でもう作業 BGM ぐらいの感じでね、聞いていただければと思いますので、はい。まあ、ということでね、今回はね、ちょっとシンバルについてね、僕のこう、イメージの話をね、ちょっとさせていただきましたけれども、まあ、やっぱりね、楽器についてね、こう、思いを馳せるっていうのはね、最近ね、やっぱ改めて楽しいなと思うようになりました。一時はね、もうちょっとね、相当楽器から離れた生活っていうのを、2、3年はしてました。ドラムの演奏活動はしてましたけど、完全にその音から離れるみたいなことを意識的にしてました。なんですけど、やっぱり、そういう空白期間っていうんでしょうかね、離れてみて、やっぱり改めて戻ってきた時に、あ、やっぱ音っていいなっていうふうに、今は思ってます。まあ、なのでね、わからないとか難しいっていう、まあ、ご意見もね、気持ちもまあ、わかるんですけども、まあ、まずはやっぱ、音をね、いろんなのをね、叩いてみて、試してみてっていうところで、まあ、楽器屋さんに行ってみてね、まず眺めてみるだけでもいいので、まずそういうところから始めてみると、ドラムって面白いのかなと思います。はい、ということで、ドラムにまつわるね、質問などありましたら、概要欄に質問リンクありますので、ぜひぜひね、お気軽に、もう何でもいいので、お寄せください。もちろんね、コメントでも、問題ありませんので、コメントでこうやって、不意に書いたことを不意に僕は取り上げたりすることもあるので。はい、ということで、なので、皆さんとね、一緒にドラムの交流していきたいと思っておりますので、ぜひね、動画のコメント、ぜひよろしくお願いします。ということで、またお会いいたしましょう。さよなら。